さんこんにちは、るりこです。本日はこちらの本庄サーキットに遊びに来ました。ショップのサーキット壮行会ということで、今日一日サーキットを楽しんでいきたいと思います。私今日初めてこの本庄サーキットっていうところに来たんですけど、なんかちょうどいい感じのサイズ感でね、平坦だからすごい走りやすそう。楽しみです。女子の講習会に行ってきます。今から急制度をやります。行きます。もう少し、はい、はい、もう少しこう車体がこうなるから、はい、ビビってしもった。やっぱ急制度怖いや。事故のトラウマがありますね、なんやかんや。さゆりんです。これから膝すりの人います。やめまっちゃうよ。ビビるかな、怖いよ。今の左回りだったから、なんかまだそんなに恐怖心なくでしたけど、右回りだとまたちょっと違ったかもしれないね。目じゃないの。今もなんか目回ってる。腰がね、ずっと同じ位置、うん、ちょっと辛い。確かにね、あんなに落としてることないもんね、普段ね。雨が降ってきました。次はね、デイトナを転ばしたくないので、このバリオスで走ってきます。走りたかった。ちょうど楽しくなってきたところで終わっちゃった。はい、じゃあお昼休みなので、ピッでサーキット場を押して歩いていいということなので、今写真を
撮っております。なかなかねこんなサーキット場で写真撮れることないので嬉しいですね。デイトナかっこいい。次はデイトナで走ってきます。方がいらっしゃったんで、すごいいい戦いでしたね。楽しかった。ああいうバトルいいよね。負けず嫌いが出てしまう。膝すりたーい。届かない。楽しかった。ではですね、最終の走行をしたんですけど、なんとなんとデトナで初めて膝が擦れました。擦れたの。念願が叶いました。
的が果たせてよかった。秒数もね、54秒とか行ってたみたいなんで楽しかった。よかった、最後走って。はい、ということで今日は念願の膝が擦れたっていう、膝が擦れたので本当に嬉しい。ということでね、今日はとても良い一日でした。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。